斉藤アストは、日本の将棋騎士。宮田敏夫門下。棋士番号は311。神奈川県川崎市出身。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。ABCDEFG、新四段誕生のお知らせ将棋ニュース。日本将棋連盟。日本将棋連盟。 2020年8月4日閲覧。自分を変えなければ、プロになって1年。斎藤明日と4段の、これまでと、これから、斎藤明日と4段インタビューボリューム1。将棋コラム日本将棋連盟。www.shogi.or.jp。2021年7月4日閲覧。自分を変えなければ、プロになって1年。 斉藤明日と四段の、これまでと、これから、斉藤明日と四段インタビューボリューム1、将棋コラム日本将棋連盟、www.shogi.or.jp、2021年7月4日閲覧、第77期名人戦、順位戦 C 級二組、www.shogi.or.jp、 2021年6月19日閲覧。第78期名人戦、順位戦 c 級二組。www.shogi.or.jp。2021年6月19日閲覧。第79期名人戦、順位戦 c 級二組。www.shogi.or.jp。 2021年6月19日閲覧。第46期期応戦挑戦者決定トーナメント。5番、勝負。www.shogi.or.jp。2021年6月19日閲覧。ab、将棋世界2017年11月号。マイナビ出版。2017年10月5日。プロ2年目。 自分を変えたい斉藤四段が語るこれからの目標。斉藤明日と四段インタビューボリューム4。将棋コラム日本将棋連盟。www.shogi.or.jp。2021年7月4日閲覧。第43回。将棋の批評賞。感謝の式典の模様。将棋ニュース日本将棋連盟。日本将棋連盟。 2020年8月4日閲覧。日本放送協会 BS1 スペシャル NHKBS1 スペシャル NHK2018 年10月27日閲覧。ありがとうございます。